皆さん、こんにちは。フォーサイト、専人講師のいがらです。今回は、令和元年度行政書士試験の問題51と問題52を見ていきたいと思います。この2問は、一般知識に関する問題となっておりますので、えしっかりとですね、見ていきたいと思います。では、早速問題51から見てまいりましょう。まず問題51ですね。経済用語に関する次の技術のうち、妥当なものはどれかという問題になっています。 5つの選択肢のうちですね、1つ正しいものがあるというふうに考えてください。では選択肢の1番から見ていきたいと思います。信用上数、確保、貨幣上数とは、マネーストックがベースマネーの何倍かを示す比率であり、その値は預金準備率が上昇すると大きくなるという問題なんですが、これは×という形になります。この経済に関するですね、問題なんですが、 試験で出題される比率はですね、非常に低くなっておりまして、政治経済社会の中でもですね、一番出にくい問題ですので、まあ、たまたま知っていればですね、正解できると思うんですけれども、まあ、経済学ちょっと得意でない人はですね、なかなか難しいと思いますので、試験対策としてはですね、あまり力を入れる必要はないかなというふうに思います。で、これはですね、誤っておりまして、預金準備率がですね、上昇すると大きくなるのではなくて、逆に小さくなると。 いうような結論になっておりますので、この点がですね、誤っているということになります。で、書かれている通りですね、このマネーストックがベースマネーの何倍かを示す比率であるというところはですね、正しい記載となっておりますので、まあ、この点はですね、確認いただければと思います。では続いて2番見ていきましょう。消費者物価指数とは、全国の世帯が 購入する各種の財、サービスの価格の平均的な変動を測定するものであり、基準となる年の物価を100として指数値で表すということですね。で、これがですね、正しい内容となりますので、2番が正解という形になっております。もうこれ書かれている通りですね、消費者物価指数というものはですね、まあこういったですね、全国の世帯が購入する各種のですね、財、サービスの価格の平均的な変動を測定するものであって、 基準となる年の物価をですね、100として指数値で表すものであるというところですね。まあ、確認をしていただければと思います。で3番以降ですね、すべて誤りの選択肢となっておりますが、まず3番ですね。完全失業率とは、就労を希望しているにもかかわらず、働くことができない人の割合であり、その値は失業者数を総人口で除して求められるということですが、はい、どこが違うかというと、ここですね、総人口というところが誤っております。 これ、失業者をですね、総人口で割るというのではなくて、総人口じゃなくて、ここは労働者人口。総人口ですと、まあ、例えばお年寄りの方ですとか、未成年の方もですね、含めた人数になってしまいますので、労働者人口が分母に来るというところですね、確認していただければと思いますで。続いて4番ですね。労働分配率とは、労働者間で所得がどのように分配されたかを示した値であり、その値が高いほど、 労働者間の所得格差が大きいことを示すというところですね。で、これもツということになります。で、労働分配率とはどういったものかというと、企業が新たに生産した付加価値全体のうち、そのための労働の提供者に分配された比率という形になってますので、特に所得はですね、関係ありません。ですので、この所得格差が大きいとかですね、こういった記載は誤りという形になっております。ということで、ツと。 いうふうに考えてください。で、最後の5番目ですね。これも誤った選択肢となっております。国内総支出とは、一国全体で見た支出の総計であり、民間最終消費支出、国内総資本形成、政府最終消費支出、及び輸入を合計したものであるということなんですが、はい。国内総支出に関しては、この輸入というものはですね、含みませんので、この点が誤っているという形になります。ということで、5番も×と。 ということでいいかなと思います。51番ですね。正解は2番というところで押さえていただければと思います。では続いて問題52見ていきたいと思います。問題52ですね。言語制定の手続きに関する次の記述のうち妥当なものはどれかということですね。一つだけ正しいものがありますということになっています。で、これはですね、ズバリ正解を言ってしまいますと3番が正しいという形になっています。 言語は法律に基づいて内閣が政令で定めるということですね。これ根拠はですね、言語法というものがありまして、言語法のですね、1項ですね。はい。ここでですね、規定がされております。言語は政令で定めるというふうにされていますので、言語についてはですね、この法律というものに基づいて内閣が政令で定めるということになりますので、これは正解はですね、3番という形で押さえていただければと思います。 この問題はですね、比較的正当率も高かったという問題になっておりますのでえ、皆さんですね、割と取り組みやすかったのかなというふうに思いますので、それ間違えてしまった方はですねえ、この機会に押さえていただければと思います。問題51と問題50にですね、見てまいりましたが、まず問題51はですね、いわゆる経済の分野からの出題となっています。で、この経済の分野に関しては、一般知識の中でもですね、出題割合がですね、一番低い分野になりますので、 もう分からなくてもしょうがないですので、得意な人以外はですね、もう捨ててしまって構わないかと思います。で、問題52ですね、この言語制定に関する問題ですが、まあこれはですね、ぜひ知識として押さえていただければと思います。では問題51と問題52については以上となります。